アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトムが悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家具のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆さんこんにちは、道楽やり茶です。令和6年6月2日場所は神戸王子スタジアムにて、2024 X リーグジュニアトーナメント2回戦ゴールデンファイターズ対磯のスーパースターズ一戦がまもなく行われようとしています。試合開始17時キックオフ予定です。本日この王子スタジアムは先ほどまで春の大祭というべき神戸ボールが開催されておりました。 X リーグ最高峰の覇者でもあります富士通フロンティアーズ対西の湯、パナソニックインパルスによる一戦は非常に見応える一戦となりまして、13対3で、パナソニックインパルスが勝利する形で、終える形になっております。その余韻残ります王子スタジアムが本日の会場となっております。両チームそれぞれウォームアップを終えまして、これより試合前の最終確認に入っております。両チームのご紹介をさせていただきたいと思います。まず本日はホームスタンド側、手前側ホームスタンド側に陣取っており、チームユニフォームがあります。プレーのユニフォームをまとっておりますのがゴールデンファイターズ。かつては朝日鉄をスポンサーとしまして X1 でも奮闘しておりましたチームです。現在はノンスポンサーズですが、しかし X でその勇姿を見せております。創部は1992年の5月、チームに関わる全ての人たちに勇気と感動を与えられるチームを目指し、構成メンバー皆様に支えられていることを胸に刻み、勝利に勝つという志と最後まで諦めない心で、何より自分に負けない強さを持って真摯に不動に取り組む、そのようなチームを作りながら共に成長を目指しております。過去10年間は X2 に在籍しておりまして、一時期不利な時期もありましたが、現在は躍進遂げ、昨シーズンはあわや優勝というところまで苦くする素晴らしい体質の戦いを演じておりました。残念ながら昨季大きなチャンスを逃しまして X2 にとどまる格好にはなっておりますが、今季こそはとドマンという今シーズンゴールデンファイターズであります。対しましてバックスタンド側に陣取りましたのが、本日はアウェーのユニフォームホワイトをまとっております磯のスーパースターズとなります。こちらはかつては、さまざまなチームに分かれておりましたが、2014年にさまざまなチームが結合しまして、磯のスーパースターズとして再編し活躍しております。その再結成しました2年目に一気に X3 を制覇し X2 昇格を成し遂げました。しかし人員的に厳しい状況が続く中、一時期再び X3 に落ちるという状況にありましたが、2022年シーズンに再び全勝優勝を遂げまして X2 昇格、そして昨シーズンはその、最初初年度という形で非常に苦闘しましたが、しかし素晴らしい戦いぶりを演じましたチームでもあります。また春のシーズンは非常に好調なチームになりまして、この2年間ジュニアトーナメントにおいては常に決勝進出を果たしております。今シーズンこそは優勝を目指さんと、このジュニアトーナメントでもここで一躍その奮起を促そうとしておりますのが磯のスーパースターズとなっています。試合前までの確認を終わりまして、現在その最終段階に入っております。早速チャット欄の方にメッセージありがとうございます。前川様ありがとうございます。先ほど、神戸ボールで神戸ボールさんに相席をいただいた方ですね、その説はどうも、ありがとうございました。
そうですね、一般の応援の方というよりはどうしてもそれぞれのチームに思い入れがある方が多数おられます。どうしてもそういった点において、それ以外の方に対する衝撃といった形のものが多少ないとも発生してしまうということが起こっているかもしれません。この点はチームの内、そしてその人たちの思いが様々に錯綜してしまうか、ある意味悲しいずれかもしれませんが、それら様々を踏まえまして、これからもアメリカンフットボールが発展していく一つの兆しとなるようになっていけばと私も切に願っております。まあ、少なくともあの時には前川様にご譲りいただいた席で前川様が、この神戸ボールをご堪能いただけたことが私としては留飲下がっております。その神戸ボールで、賑やかにありましたこの王子スタジアム、現在は残念ながら閑散とした空気が徐々に漂っておりますが、しかしスタンド、それでも多くの方々がご来場いただいております。スポンサーがいらっしゃらないいないという状況にありましても、このような形でアメリカンフットボールを応援していただける方がいらっしゃる、アメリカンフットボールに対するその熱情、情熱は多くの方々に伝わっているというふうに感じると私は今思っております。ジュニアトーナメントはいわゆるX リーグの中で言いますと、残念ながら下位に属します X2、X3 のチームが行います春のトーナメントとなっておりますが、しかしこれによりまして得られる称号はやはりかけがえないものなのでしょう。各チーム春とはいえ非常に、白熱した一戦を展開しております。その中において躍進遂げ X2 復活を出したそのスーパースターズは昨シーズンの春非常に好調なチームでした。その意味では春の方がそのチームの力を発揮している特殊なチームなのかもしれません。対しましてゴールデンファイターズはむしろ秋にその勢いを増しまして、昨年優勝しました、初田防災設備ホークワイに引き分けするなど様々な点で前線をいたしました。ある意味春に強いチームと秋に強いチームの対戦という非常に対照的で興味深い一戦とも言えます。しかし双方とも今季こそは優勝、そして X1 エリア昇格を目指さんという意気込みにありますので、なんとしてもジュニアトーナメントにおいて優勝というその肩書きはいただき欲しいと考えているでしょう。さあ両チームその思いをつなぐことができるのはこの勝者となります。果たしてどちらのチームがこの勝利を手にすることができるでしょうか。まもなく試合開始の時を迎えます。ゴールデンファイターズ様、メッセージありがとうございます。そうですね、若干六甲ボルシが強く吹きつけております。しかし先ほどボール神戸ボールがありました当時ほどは、風がありませんで、どうやら、そういった気圧の変遷が、いささか薄らいだ格好にはなっていると思います。スタンド側はその吹きつける風がありまして、ちょっと風音が、風切り音が入ってしまっておりますが、この点はご了承ください。おそらくフィールド上はさほどそこまで体感的に風があるようには感じないと思います。さあ審判が中央に進み出まして、まもなく試合開始の時を告げます。令和6年6月2日、場所は神戸王子スタジアムで、2024 X リーグジュニアトーナメント2回戦、ゴールデンファイターズ対そのスーパースターズ戦が行われます。試合開始17時キックオフ予定です。これより両チーム首脳陣によりますコイントスが行われます。手前側に陣取りますのが本日はホームチーム扱いとなっております、グレーのユニフォームをまとったゴールデンファイターズ。奥側に陣取りますのがアウェーユニフォームとなるホワイトをまとっている磯のスーパースターズです。ただいま、フィールド上では両チーム
か。磯のスーパースターズキックオフ、ゴールデンファイターズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の正式試合となります。本日のゲームは1クォーター12分両チーム最後に激を飛ばしまして、これで試合開始となります。まず試合は磯のスーパースターズのキックオフで開始となります。キックオフをいたしますのは磯のスーパースターズ43番西脇、岐阜大学出身のプレイヤーが務めます。対しましてゴールデンファイターズはリターナーに、10番でしょうか、10番を配置した模様です。イエローフラッグ、反則が発生した模様です。キックオフのボールが外へ出ました。キックオフのボールはサイドラインを割ってはいけません。この場合リターンチームは出た位置から5ヤード前進した点の攻撃を得るか、あるいは30ヤードペナルティで自陣35ヤードからの攻撃権か、あるいは5ヤード下げて蹴り直すかのいずれかを選択できます。ゴールデンファイターズは5ヤード下げて再度キックオフをする選択をいたしました。従いまして磯のスーパースターズ5ヤード下がり自陣30ヤードからのキックオフに変わります。さあ今度はどこに蹴り込むでしょうか。中央に蹴った、ゴールデンファイターズリターンに入ります。さあリターナー、そこから中央を割りながら右オープン展開。リターナー0番自陣40ヤード付近を得まして、この位置からゴールデンファイターズの攻撃に変わります。ゴールデンファイターズリターナーは0番の本田でした。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し、攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはゴールデンファイターズ自陣42ヤードからのファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまずオプションプレーを展開しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーですが、まずはランニングバックにピッチしまして左オープンを使わせました。これを受けました83番は左オープン展開しまして、約7ヤードゲインとしています。まず最初のランプで決めましたのは83番のキッカーでした。ゴールデンファイターズセカンドダウン3、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は3ヤード。ファースト今度はハンドオフでランニングバックに託しました。ボールを持ち出したランニングバック、右オフタックル付近を突破し、1番攻撃権更新を果たしました。ゴールデンファイターズファースト見事攻撃権更新を果たしました。ランニングバック1番は島田、素晴らしいラン攻撃によってまずゴールデンファイターズ陣地を押し上げております。ボールオン相手陣に入りましての43ヤードからのゴールデンファイターズファーストアンテン。Yeah!
ナイスディフェンス。ここでゴールデンファイターズはハンドオフオプション、今度はハンドオフをするか、クォーターバックがキープするかの選択で QB はキープを選択しましたが、これを磯の素晴らしいディフェンス陣が対応、クォーターバックを追い詰めまして1ヤードロスに変えております。アメリカンフットボールは全身をゲイン、交代をロスと表現します。倒れたところまでが攻撃、1回となるため1ヤード交代し、ゴールデンファイターズセカンドダウンイレブンとなります。さあ下がりましたがゴールデンファイターズ、次もランプレーでしょうか。ここでやはりランプレーを展開しようとしましたゴールデンファイターズ、しかしハランディガンクのハンドオフでボールをファン、そのファンブルしたボールを磯のスーパースターズ76番を抑えまして攻守交代となりました。ターンオーバー、攻撃権変わりまして磯のスーパースターズに変わります。見事このチャンスを生かしましたのは磯のスーパースターズ76番の岡野でした。中京大学出身、岡野は昨シーズン初田防災設備ホークアイに在籍しておりました。さあ攻撃を終えました磯のスーパーサーズ相手陣49ヤードからのファーストアンテ、ゴールデンファイターズナイスベース。ここでまず磯のランプレーを展開しようとしました。しかしここでゴールデンファイターズ25番が猛チャージ、ランプレーを右へ展開する前に4ヤードロスに変えました。見事なロスタックルを奪いましたのはゴールデンファイターズ25番の国木、素晴らしいロスタックルでした。失礼しました、ロスヤードは3ヤードに訂正します。さあ下がりましたが磯の攻撃継続です。磯のセカンドダウン13の状況、ボールオンは自陣47ヤード、さあこれもランプレーで突破かりますが、これもゴールデンファイターズ対応します。ラニバック22番にハンドオフしまして左オープン展開しようとしましたが、これをそのスーパースターズ31番が対応しまして、ゲインは1ヤードにとどめております。タックルしましたのはゴールデンファイターズ31番のクモン、学生時代アメリカンフットボール未経験ながら X2 で活躍しております。さあ磯のスーパースターズサダン12、12ヤード突破になるでしょうか。パス成功、クォーターバックならん左に展開していた86番にパス、86番これをキャッチし攻撃権更新図りましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。キャッチしますしましたが、そのスーパースターズ86番のカンナ、姫路工業大学出身のプレイヤーです。さあ残り距離2ヤードから3ヤードという状況ですが、磯がスーパーサーズフォーメーションを変え、パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる攻撃放棄です。しかしそのキックによって陣地挽回を図ります。このパントはリターンできない高さに蹴り込み転がりました。ボールはゴールデンファイターズ陣7ヤードから8ヤード付近でボールデッドとなって、このうちで攻守交代となります。そのスーパーサーズファンブルをリカバーし得点機を得んというところでしたが、しかしゴールデンファイターズこれを踏みとどめました。しかしゴールデンファイターズ取り返しましたが、自陣深い力の攻撃と変わります。さあしかしゴールデンファイターズ2回目の攻撃シリーズに入ります。この位置から先ほどの状況を打開しまして得点を狙うことができるでしょうか。ゴールデンファイターズ自陣9ヤードからのファーストダウンテ、パス不成功。ここでゴールデンファイターズはパスプレーを展開しました。アメリカンフットボールは攻撃チーム、プレーの開始点から後方より一度だけ前にパスを投げることができます。この点に使い一気に前進を図りましたが、しかしレシーバーとのタイミングが合わずパス不成功となっています。前パスは失敗しますとボールは元の位置に戻され、攻撃権を一つ失います。従いましてゴールデンファイターズ自陣9ヤードからセカンドダウン点で試合が継続となります。
ゴールデンファイターズセカンドダウン10。ナイスディフェンス。今度はゴールデンファイターズクォーターバック7番左オープンにランを展開しようとしましたが、これをそのスーパースターズ43番見事なチャージかけまして、このラン阻止しております。ゴールデンファイターズサードオンに変わります。3ヤード後ろへ下げております。3ヤードロスに変えました。素晴らしいタックルしましたのはそのスーパースターズ43番の石脇です。さあゴールデンファイターズサードオン13の状況を突破なるでしょうか。ここでゴールデンファイターズにトラブル発生。センターからのスナップは大きくされました。クォーターバックなんとかそれをリカバーしプレーを展開しようとしましたが、結果的にこれを確保できずエンドゾーンの後方にボールをそらしました。これによりまして自殺戦セーフティーとなります。セーフティーとなりましてそのスーパースターズに2点が入りまして、そのスーパースターズ2点、ゴールデンファイターズ0点となりました。非常に特殊な形ですが、しかしそのスーパースターズが先制する形に成功しております。そしてセーフティーの場合にはディフェンス側の得点、オフェンスの自殺点ということで、オフェンスがキックオフする形、オフェンスだったチームがキックオフする形になります。自陣20ヤードからゴールデンファイターズのキックオフという形で試合が再開となります。必然的に次の攻撃権は本来とは異なり、そのスーパースターズが得やすい状況になります。さあ厳しい状況下のスタートになりますが、ゴールデンファイターズこのキックオフでその状況を打開図ることができるでしょうか。逆に磯野は一気に畳み込みにかかるでしょうか。さあ磯野リターンに入ります。右サイドラインには駆け上がりましてタックルを受けながら84番、自陣35ヤード付近を確保し、この位置から磯野スーパースターズの攻撃と変えます。磯野スーパースターズリターナーは84番の五十嵐でした。東北大学出身。磯野スーパースターズリターナー84番。さあセーフティーによって先制しました。磯野スーパースターズは今度はオフェンスで得点されるのではないという状況にあります。ボールオン自陣38ヤードから磯野スーパースターズファーストダウン10。中央へのプレー、ナイスラン。ランニングバック32番ハンドオフを託されまして中央突破、相手のディフェンスのスクラスを受ける約7ヤードから8、7ヤードの原因と変えています。まず最初のダンプレーを決めましたのはそのスーパースターズ32番の中川、金沢大学出身のプレイヤーです。そのスーパースターズセカンドダウン3、ボールオンは自陣45ヤード。ナイスディフェンス。今度はハンドオプションで QB18 番キープを展開しようとしましたが、ここでゴールデンファイターズディフェンス陣が殺到、最終的に58番が仕留めノーゲインに変えています。見事な対応を指揮しましたのはゴールデンファイターズ58番の西谷でした。さあ磯野スーパースターズサードダウン3、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、実用距離3ヤード。この3ヤードの攻防を注目しましょう。パス不成功。ここでパスによる突破を図りました。クォーターバック18番右に展開した84番にパスを投じましたが、ここはゴールデンファイターズディフェンス陣カバーよくパス不成功に変えています。磯野スーパースターズフォースダウンに変わります。磯野スーパースターズフォースダウン。
磯野スーパースターズフォースダウンスリーパントフォーメーションを取ります。若干シャンクしましたがゴールデンファイターズにゴールヤード付近が外へ出ましてこの位置で攻守交代と変わります。ゴールデンファイターズ厳しい状況でしたがこの攻撃シリーズはしのぎまして攻撃の取り返す形に成功しています。今度は陣地もかなり良く自陣41ヤード付近からの攻撃に入ります。失礼しました、ボールの位置訂正になります。自陣39ヤードからの攻撃に変わります。自陣38ヤード付近からファーストダウン10。さあ3回目の攻撃シリーズに入ります。ゴールデンファイターズ今度はどのように展開するでしょうか。ゴールデンファイターズファーストダウン10。さあ中央でのプレー、ここはまず同じく好調なランプレーから展開していく模様です。ラニーバックに託しまして中央突破を図らせました。ゲインは約2ヤードほど獲得しています。ゲインは3ヤード失礼しました、ゲイン3ヤードに訂正します。ゴールデンファイターセカンドダウン、ゴールデンファイターズセカンドダウン7。2回目の攻撃に入ります。ここで磯野ディフェンス陣が猛攻、再びランプへ展開しようとしましたがここで磯野スーパースターズディフェンス陣殺到し最終70人ラインに仕留めまして今度ラン阻止して3ヤード押し返しております。そのスーパースターズタックルしましたが72番の山口でした。岐阜大学出身ゴールデンファイターズサダンテ、さあ抜けた、前が空いている、振り切るか追いつくか、タッチャー、ここでゴールデンファイターズオプションプレーからクォーターバックキープ、そこから中央一気にキサキ独走、クォーターバック7番一気にそのまま相手のディフェンスを引きずりながらエンドゾーンに飛び込んだタッチダウン。ゴールデンファイターズ見事なラン攻撃によってタッチダウンを上げまして6点を取り逆転する形に成功しています。ゴールデンファイターズトライ4ポイント、そしてトライ4ポイントに入ります。タッチダウンの後のワンプレーです。キックフォーメーションを取っています。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。リレーオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。5ヤード抜退という形になりましてトライ4ポイントやり直しとなります。従いましてゴールデンファイターズ5ヤード下がりましてトライ4ポイントに入ります。ゴールデンファイターズ7点、磯野スーパースターズ2点となりました。7点を返しております。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはその後にボーナスのワンプレーがあり、ここでキックを決めると1点、ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点が最初にありました自殺点の2点セーフティーです。
この結果アメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りになり、この足し算によって構成され、その得点差による駆け引きが勝敗を決します。そして得点を挙げましたゴールデンファイターズのキックオフで試合再開となります。通常の場合アメリカンフットボールは得点を挙げた側のキックオフで試合再開です。従いまして失点をした側が次の攻撃を得やすい形になっております。さあ磯野リターンに入った、ナイスタックル。しようとしたところゴールデンファイターズカバー陣素晴らしいタックルをしまして、この磯野のリターンを磯野陣20ヤード付近でとどめました。しかしこの位置から磯野スーパースターズの攻撃に変わります。現在得点マークはゴールデンファイターズ6点となっております。レフリータイマー、レフリータイマー、ただいま得点が出場です。先ほどのゴールデンファイターズのキックは成功しています。得点マークの出場中に現在フィールド上の得点は6対2となっておりますが、正式な得点は7対2となっております。画面上の表記はそちらにのっとって表示させていただきます。さあ試合再開となります。磯野スーパースターズ自陣22ヤードからの攻撃ですが、ここで審判団ホイッスルが吹かれております。現在フィールドのスコアボードおよびクロック表示に誤差が生じておりますので、その調整に入る模様です。錯綜しておりますが、現在の得点は7対2となっております。現在の得点は7対2です。そのスーパーサーズファーストアンテ、さあまずはその状況を落ち着かせるためでしょうか。まず中央のランプレーから入りました。何枠24番密集点突入しまして、約2ヤードから3ヤードのゲインに変えています。キャリアとなりましたら、そのスーパーサーズ24番の長谷川、名古屋商科大学出身のプレイヤーです。磯野スーパーサーズセカンダウン8、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しております。パスは成功しております。しかしパルマが反則だった。さあこの反則は果たしてどちらのチームか。オーベン磯野スーパースター66番スナップ戦から反対球であるなお最短になっております。オフェンスのペナルティーです。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。10ヤードのバッタリを受けまして、セカンドダウンのやり直しとなります。10ヤード下がって、セカンドダウンをやり直します。従いまして、反則発生地点から10ヤード下がりまして、セカンドダウン16の状況で試合再開です。磯野スーパースターズセカンドダウン16。パスセーブ。パス
クォーターバック7番、ここで中央に切れ込んだワイドレシーバー11番にパス、11番ディフェンスのカバーありながらこれを見事にジャンピングキャッチしまして約10ヤードのゲインを果たしております。見事なキャッチを決めましたのはそのスーパーサーズ11番の松永、四日市大学出身。そのスーパーサーズサーダウン7ファースト厳しい距離でしたがここでランプレーを投入、そこでランニングバック25番見事に中央を切り込みまして攻撃権更新です。そのスーパーサーズファースト見事なランで攻撃権更新を果たしました。内装スーパーサーズ25番の宮部、北海道大学出身。さあ厳しい状況になった磯野、しかしそれを突破しまして攻撃権継続を果たしております。ボールオンは自陣36ヤードから、失礼しました37ヤードから磯野スーパーサーズファースト。ここでホイッスルです。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりましてゴールデンファイターズ7点、磯野スーパーサーズ2点、攻守攻防入れ替え第2クォーターに移ります。ゴールデンファイターズ7点。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウトとポジショニングをリセットして試合を行います。まずはその序盤となります第1クォーターはゴールデンファイターズのミスをつきまして、そのスーパーサーズがセーフティーで先制する形になっておりました、しましたが、しかし返す形でゴールデンファイターズがタッチダウンを決め返し、現在その得点7対2となっております。しかしその得点差はワンポゼッション、つまりタッチダウン1本差とまでは至っておりませんので、双方ともワンチャンス試合で状況が変わる非常に緊迫した展開に序盤戦になっております。さあそれがこの攻守の向きが変わり、風向き変わります。第2クォーターでどのように変わってくるでしょうか。双方その位置取り変えまして、まもなく第2クォーターに入ります。これより第2クォーターに入ります。磯野スーパーサーズメインスタンドを向かって右から左に攻める格好に変わります。ボールオンは自陣37ヤードから磯野スーパーサーズファーストアンテン。第2クォーター磯野スーパーサーズ37ヤード付近、8ヤード付近からファーストアンテン。さあ中央のランプレーを投入、ラニバック22番ハンドを託され一周点に突入しました。これをゴールデンファイターズは22番仕留めまして、ゲインは2ヤードから3ヤードに留めております。キャリアとなりました以上スーパーサーズ22番は今井、金沢大学出身。それを仕留めた22番のゴールデンファイターズは工藤でした。スーパーサーズセカンドダウン8、ここでクォーターバック7番右のアウトからワイドレシーバーを見つけようとしましたが、急遽カバーされていると判断しました。スクラム、そこから緊急発進のランプレーに変えました。この判断構想しまして攻撃権更新です。磯野スーパーサーズファースト素晴らしい判断で攻撃権更新を果たしましたが、磯野スーパーサーズ7番の足立、名古屋商科大学出身。さあこれにより相手陣に入りました。磯野スーパーサーズ相手陣47ヤードからファーストアンテン。今度はランプレーです。ランニングバックにハンドをしまして、ランニングバック中央突破、オフェンスラインのブロックを切り返しまして約6ヤードから7ヤードのゲインに変えております。
は6ヤード。見事期待に応えたのは磯のスーパースターズ32番の中川でした。そのスーパースターズセカンドダウン4、ボールオンは相手陣41ヤード。磯野さらにランプレーで展開しようとした際にランニングバック、そのボールを確保できずボールをファンブル、その浮いた瞬間をゴールデンファイターズディフェンス陣がリカバーしまして、一気に大きく返しましてのファンブルリカバーターンオーバーを決めました。投手変わりましてゴールデンファイターズの攻撃に変わります。ファーストアンテン、非常に大きなプレーが発生しました。スーパーサーズファンブルによって攻撃をしたいゴールデンファイターズは相手陣22ヤードからの絶好の時間のファーストアンテン。パス不成功、クォーターバック7番構えまして奥を目がけんとパスを構えましたが、しかしターゲット見つからず、何枠1番にパスを投げ捨てる形でパス成功に変えています。磯野大きな失敗ありましたが、しかしディフェンス陣はほころびありません。現在も素晴らしいディフェンスを見せています。さあこれを突破できるでしょうか。ゴールデンファイターズセカンドダウン10、ナイスディフェンス。ここでゴールデンファイターズはランプレーを展開しようとしましたが、そのスーパーサーズディフェンス陣がこれに対応し、76番91番がタックルしまして、このラン阻止しております。そのスーパーサーズ76番は岡野、中京大学出身、91番は早川、日本福祉大学出身です。さあゴールデンファイターズサードダウン10の状況に入ります。非常に有利な位置になりますが、突破なるでしょうか。ボールオンは相手陣22ヤード。ここでホイッスル、ファールマーカー反則があった模様、イエローフラッグが投じられました。反則が発生した模様です。ボールスターオーベン、ゴールデンファイターバッタイ5ヤード、ダウンはサードダウンのままオフェンスのペナルティです。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは揃ってスタートをしなければいけません。またプレーの開始前は1秒間の静止が求められます。これを守れませんでしたので5ヤード抜退し、サードダウンのやり直しとなります。サードダウンを行います。さあサードダウン15の状況を突破できるでしょうか。ゴールデンファイターズパスは成功、しかしここでイエローフラッグが投じられております。反則が発生しています。審判団オフェンス側に反則があったとコールしています。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。しかしこれを磯のスーパースターズ取りません。プレー成立の形でフォースダウン、4回目の攻撃に変えます。守備側の選手を掴んでしまったという結果的にゴールデンファイターズは4回目最後の攻撃権に変わります。磯野はロスをさせるよりも攻撃権を奪う形を選択いたしました。フォースダウン、さあフォースダウン15の状況、ゴールデンファイターズどのようにこの1回行使するでしょうか。
フォーメーション組みます。プレーを行います。この15ヤードの突破をワンプレーで期待します。フォースダウンギャンブル。さあどのようなプレーを投じるか。選択したのはオプションプレーでした。クォーターバック自らキープし攻撃権更新を図りましたが、しかしディフェンス陣が群がりまして、この攻撃突破ならず、4回目の攻撃失敗という形になりましたので、テイクオーバー攻守交代となり、磯のスーパースターズの攻撃に変わります。ファーストダウン更新はなりません。攻守交代、攻撃権はホワイトのユニフォーム、磯のスーパースターズ。ゴールデンファイターズ非常に絶好のチャンスを得ておりましたが、しかし磯のディフェンス粘りまして、この攻撃を阻止しております。磯野、ディフェンスに踏ん張りまして攻撃権取り返し、自陣24ヤードからの攻撃に入ります。磯野スーパーサーズファーストアンテン。パス不成功。クォーターバック18番、ここでロングパス、右 奥に走り込んだ17番にパスを投じ、一気に前進を図りましたが、これをゴールデンファイターズ、体を張ったディフェンスでこのパスを阻止しまして、パス不成功に変えています。素晴らしいパスカバーでした。白熱した攻防もアメリカンフットボールの魅力です。さあしかし攻撃権は磯のスーパースターズ、自陣24ヤードからセカンドダウンテン。今度は右に展開していたレシーバーへのフィッチパス、短いパスを取らせ、そこからキャッチアンドランを図りました。15番、相手ディフェンスを群がる中、約これを7ヤードから8ヤードのゲインに変えております。非常にタフなキャッチを決めましたが、スーパーサーズ15番の伊藤でした。北海道大学出身。ここで負傷者が発生したため、レフリータイムアウトが取られています。直行さんメッセージありがとうございます。ゴールデンファイターズ頑張れのメッセージ、今ゴールデンファイターズ奮闘しております。現在 YouTube でこのアメリカンフットボールをご覧いただいております皆様にお願いがございます。どのようなメッセージできましたら、選手への応援メッセージを忌憚なくチャット欄の方に書き込んでいただければ幸いです。またこの配信がお眼鏡叶いましたら、高評価ボタンいただけると幸いです。これらの、行為は全てアメリカンフットボールこの試合を多くの方々にご覧いただく YouTube のプログラムに作動いたします。高評価の多さ、チャット欄のメッセージの多さが多くのそれまでご覧いただいていたい方々にこの試合をご覧いただく斡旋する促す効果が生まれますので、この試合を多くの方々にご覧いただくようご協力をよろしくお願い申し上げます。さあ試合再開です。ここで磯野ランプレーによって攻撃権更新しました。磯野スーパーサーズバスター素晴らしいスピードで右を2タックル駆け上がりまして、磯野スーパーサーズ攻撃権更新を果たしましたのは磯野スーパーサーズ24番の長谷川でした。名古屋商科大学出身。さあ攻撃権更新しまして、そのスーパースターズファーストダウンの攻撃に入ります。ボールオンは自陣40ヤードから、そのスーパースターズファーストダウンテン。ここでトラブル発生。スナップ乱れ、クォーターバック18番後逸仕掛け、何とかそれを抑えようとしましたが、その乱れを生かして見まして、ゴールデンファイターズ47番が見事にそれを仕留めまして、約10ヤード以上のロスに変えています。見事に対応しましたのはゴールデンファイターズ47番の高萩でした。さあ磯野大きく下がりまして、セカンドダウン21の状況になっております。失礼しました、20の状況になっております。ボールを持ちに30ヤードからのセカンドダウン。
パス不成功、パス不成功です。ここでクォーターバック18番一気にロングパス、この距離を一気に取り返さんとする大きなパスを投じ、ワイドレシーバー80番のキャッチ力にかけましたが、しかしこれはゴールデンファイターズディフェンスにカバーしておりまして、パス不成功に変えています。パス失敗により磯のスーパースターズサーダンに変わります。ご利用様メッセージありがとうございます。磯のスーパースターズへの応援メッセージ、現在磯のスーパースターズ構成に出ております。どうぞ皆様忌憚なくメッセージをお願いいたします。さあ磯のスーパースターズサーダン20インターセプト、ターンオーバー、ターンオーバー、攻守交代。ここで右に展開し、ワイドレシーバーにパスを投じんとしました磯野スーパースターズ。しかしそれを取ろうとしたレシーバーボールを浮かしてしまい、その浮いた一瞬の隙を突いてゴールデンファイターズ22番がこのパスをダッシュ、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、攻撃権は変わりましてゴールデンファイターズに変わります。見事攻撃権ダッシュに成功いたしましたのはゴールデンファイターズ22番のプロ。さあこれによりゴールデンファイターズ相手陣に入ってからの攻撃に変わります。ゴールデンファイターズ相手陣32ヤードからファーストアンテン、パス不成功、ここでゴールデンファイターズのロングパス、一気にこの状況を得点を狙うロングパスで突破しようとしました。レシーバーこれをわずかに届かず、パス不成功に終わっております。しかしターンオーバーのその状況を浮いているその一瞬の浮き足だったところをつく素晴らしい一発でした。さあしかし攻撃は継続です。ゴールデンファイターズ2回目の攻撃に入ります。ゴールデンファイターズセカンドダウン10、今度はランニングバックへハンドオフしての中央へのランプレー、キャリア1番密集点突破を図りまして体をねじ込むように約4ヤードのゲインに変えています。ランニングバック1番は島田です。その体育生かしまして4ヤード確保しました。ゴールデンファイターズサーダン6、ゴールデンファイターズセカンドボールオン相手陣29ヤード、レシーバーにヒッチパス、そこからキャッチアンドランし攻撃権突破を狙いましたが、これを磯の素晴らしいタックルで仕留めましてフォースダウンに変えます。素晴らしい攻防戦になっています。5ヤードのゲーム、しかしファーストダウンには至っておりません。ゴールデンファイターズゴールデンファイターズフォースダウン2、プレーを組んだフォースダウンギャンブル、このワンプレーで2ヤード突破を図ります。さあ中央突破どうか、判定どうか、審判団ジャッジをいたします。ゴールデンファイターズランニングバック91番森川博之選手中央ランプレー、ファーストダウン取ったか、微妙なところ、レフェリータイムアウト、レフェリータイムアウト、ただ今のプレーが第1ラウンドを獲得したかどうかメジャーメントで確認をします。審判団ここでチェーンを使い実測します。ただ今のプレーでファーストダウンを獲得したかどうかサイドラインよりチェックルを入れ実測いたします。ここでの攻撃権更新になるか否か非常に大きな局面となっています。さあ判定どうでしょう、さあ先端が越えたかどうか、
超えていない。フォースアウトキャンブル失敗。チェーンの角度微妙でしたが超えておりませんでした。従いまして攻撃権は変わりまして磯野スーパースターズに変わります。磯野踏みとどめました。得点番の不調によりご迷惑をおかけしております。ただいままでの得点ゴールデンファイターズ7点、磯野スーパースターズ2点です。非常に面白い攻防でしたがここは磯野が踏ん張りました。攻撃権取り返し磯野スーパースターズの攻撃に変わります。磯野スーパースターズ自陣22ヤードからファーストダウン10。ただいまでの得点ゴールデンファイターズ2点、失礼しました、7点、磯野スーパースターズ2点。さあ前半残り時間が3分54秒となっております。磯野スーパースターズファーストダウン10。さあトラブルなのか、判定どうか、ボールをファブル。幸い磯野が抑えておりますので攻撃継続となります。オプションプレーで右展開をいたしましたがここでランニングバックがボールをファンブルしました。しかしなんとか確保するに至りましてこのプレーは成立しております。約6ヤードのゲインとなっております。磯野スーパースターズセカンダウン10。ファースターランニングバック22番ハンドオフを受けまして中央突破、そこから左にカットバックをし切りまして大きく前進、相手ディフェンスを縫うようにすり抜けながら一気に攻撃権更新しました。そのスーパースターズファースター見事なラン決めましたのはそのスーパースターズ22番の今井、金沢大学出身。さあそのスーパースターズ46ヤードからのファースターズ10秒、スーパースターズファースター。ここでクォーターバックならパスを投じんとしたところスクランブルで中央突破しました。しかしこの時にボールをファンブル落としましたがそれをリカバーしたのは磯野スーパースターズ84番、結果的に大きなゲインとなりまして攻撃権更新です。磯野スーパースターズファースター。スクランブルしましたのはクォーターバック7番の嵐、名古屋商科大学出身。そのファンブルリカバーしましたのは84番の五十嵐でした。東北大学出身。さあ結果的に相手陣29ヤードに入りましたのでそのスーパースターズファーストダウン10。再びランプレー投入します。ランニングバック32番ハンドオフを受けまして中央を飛び込みまして約1ヤードから2ヤードのゲインに変えています。ここでホイッスル。磯野ここで前半1回目のタイムアウトを取ります。磯野スーパースターズここで前半残り時間内に得点を上げるとここで作戦タイムを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。その権利使いまして磯野スーパースターズここでタイムアウトを取りました。各チーム前半に3回後半に3回それぞれチームタイムアウトを要求することができます。磯野スーパースターズ前半1回目のチームタイムアウト。さあ非常に面白い攻防戦になっておりましたジュニアトーナメント2回戦、現在ゴールデンファイターズ7点、磯野スーパースターズ2点の状況で磯野スーパースターズが攻勢に出ております。ご迷惑をおかけしております。磯野スーパースターズ相手陣28ヤードからセカンドラインで試合再開。前半残り時間は1分23秒。5点のリードです。
キュービーサーク。ここでクォーターバックのラン右にロールアウトしパスを投じんと構えましたが、その一瞬の隙がつきまして、ゴールデンファイターズ58番がキュービーサーク、パスを投じる前に仕留めました。磯野ここでたまらず2回目のタイムアウトを取ります。見事キュービーサックしまして、この流れを断ち切りましたのはゴールデンファイターズ58番の西谷です。非常に珍しい名前ですが、西谷選手素晴らしいプレーを決めています。後ろへ下げております。ここで磯野スーパースターズベスウチスタイン様、森川池のメッセージ、先ほどのゴールデンファイターズのフォースダウンのシチュエーションですね。森川選手その体育を生かし中央突破し攻撃権更新を図りましたが、磯野これを執念で押し返しました。さあ磯野が現在攻勢にありますが、タイムアウト2つを消費しています。磯野スーパースターズ相手陣30ヤードからサードダウンイレブンの状況。試合再開です。ここでランプレーを投入し裏を突き地上戦で突破を図りました。そのしかしこれをゴールデンファイターズディフェンスライン陣一気に襲いかかり、69番見事ロスタックルしフォースダウンに変えます。素晴らしいタックル決めましたのはゴールデンファイターズ69番の柴田でした。ここでホイッスル。ここでゴールデンファイターズが前半1回目のタイムアウトを取ります。ゴールデンファイターズ時計を止めるため、ゴールデンファイターズここでフォースダウンロングの状況に追い込んだことにより、逆に磯野が時間を消費しきることを恐れ、ここで守備でタイムアウトを取りました。残り時間1分ありませんが、そのチャンスで得点を狙わんとここでタイムアウトを行使します。さあここでタイムアウトを張りました磯野。この状況でこのタイムアウト明けにどのようなプレーを持ってくるでしょう。磯野スーパーサーズフォースダウン14でプレーを選択する模様です。フォースダウンギャンブル。パス不成功。ここでパスによりこの状況突破図らんというところでしたが、このパスはディフェンスカバーよく不成功となりました。結果4回目のプレー失敗ですので攻守交代、攻撃権変わりましてゴールデンファイターズに変わります。ゴールデンファイターズこれにより残り時間44秒ですが前半の攻撃権を得ました。さあこの時間内に得点を上げる形が可能となるでしょうか。ボールオンは自陣33ヤードの位置、34ヤードの位置、ゴールデンファイターズファーストダウン10。キュービーサーク。クォーターバックならん下がりましてロングパスを狙わんと構えましたが、ここを見計らいましたそのスーパーサーズ43番がキュービーサーク、パスを投じる前に仕留めました。チームタイムアウト、ゴールデンファイターズ前半2回目、ゴールデンファイターズここで前半2回目のタイムアウトを取ります。ゴールデンファイターズ時計を止めるため前半2回目のチームタイムアウト、試合終了まで失礼しました、前半終了まで残り時間の35秒。ゴールデンファイターズ下げられましたが、しかし得点を狙うためここでタイムアウトを取ります。ゴールデンファイターズ7点、一層のスーパースターズ2点、ゴールデンファイターズが5点のリードです。
さあタイムアウトとけまして試合再開となります。前半残り時間35秒、ゴールデンファイターズセカンドダウンスターティング。パス不成功。ここでクォーターバック7番一気にディープゾーンを目指すロングパス、左サイドの人間を駆け上がりました。レシーバーにパスを投じましたが、これはそのディフェンスにカバーよくパス不成功に変わっております。パス失敗でサードダウンに変わります。ゴールデンファイターズサードダウンスターティング。オプションから自らキープし展開を図りましたが、しかしこれは磯のスーパースターズディフェンス陣奮闘し、さらに押し返す形でフォースダウンに変えます。ここでホイッスル。ここで前半戦終了です。前半戦終わりまして、ゴールデンファイターズ7点、そのスーパースターズ2点、ゴールデンファイターズが5点リードする形で前半戦終了となりました。しかし得点差以上に非常に白熱した攻防戦となっております。ジュニアトーナメント2回戦の模様です。共に地上戦に強みはランと中央突破を図り、そしてゴールデンファイターズは着実に力強いランプレー、そしてその鮮やかなスピーディーなランプレーと交代所の攻め方で展開をしております。六甲おろし吹き荒れるこの王子スタジアムで勝ち上がりまして3回戦に進むのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。これよりハーフタイムに入ります。さあまもなく審判団戻りまして試合再開の時を告げようとしております。前半を終えましてゴールデンファイターズ7点、そのスーパースターズ2点という非常に競り合った状況での前半戦となりました。双方ともに見応えありますが、しかし互いにミスを譲らない素晴らしい白熱した守備戦ではあります。その得点差は5点とワンタッチダウン差がありません。従いまして逆に言いますと、どちらのチームにもまだ逆転 勝利を目指せるチャンスがあるという、その緊迫した状況にありますジュニアトーナメント2回戦の状況にあります。さあこのハーフタイムで双方前半の打開点を見出すことに成功したのはどちらのチームとなるでしょうか。まもなく答え合わせとなります後半戦に入ります。チャット内のメッセージありがとうございます。チリー様本日も配信ありがとうございます、非常に嬉しく思います。山ちゃん様、先ほどもおそらくスライドにありました画像ですね、 X2、X3 の画像古くないですかというメッセージなんですが、これはホームページ先月の段階でのホームページの状況を、X2、X3 の公式ページを抜粋させて使用させ作らせていただきました。こちらの方の画像が改まりましたらそのような形にまた訂正したいと思いますが、現時点では、こちらホームページにあります画像を引用させていただくことをご了承ください。私自身も昨シーズンで、チームを去られた選手が何名か見当たったというふうには記憶しておりますが、現時点での、公式ページの画像を採用させていただいております。その最中で両チームがフィールド上に戻りまして、これより後半戦再開の時を迎えます。後半戦はゴールデンファイターズのキックオフで試合開始する格好になります。キックオフをいたしますがゴールデンファイターズ25番の選手のようです。25番はクニティ。あ、大志さんは飛行機で移動されてたんですね、ということは今からはご覧いただけるということなのでぜひご注目ください。
さあ磯野リターンに入ります。さあ右奥に展開を図ろうとしましたが、これをゴールデンファイターズ0番に仕留めまして、磯野スーパースターズ自陣20ヤード付近からの攻撃となります。磯野リターナー84番は五十嵐、仕留めましたゴールデンファイターズ0番は本田でした。ご来場の皆様、得点板の不調によりご迷惑をおかけしております。ただいま前半終了いたしまして、ゴールデンファイターズ7点、磯野スーパースターズ2点。さあ磯野はこの後半最初のシリーズ、どのような形でプレーを展開するでしょうか。ボールオン自陣21ヤードから磯野スーパースターズファーストアウト。まず中央ランプレーを投入、ラニバック25番ハンドオフを託されまして、中央体をねじ込み約4ヤードのゲインに変えています。キャリアは25番の宮部でした。北海道大学出身、 X2 昇格を決めたその大黒柱エースランバックをここで投入しました。そのスーパースターズセカンドダウン6、パス不成功、ここでロングパス、クォーターバック18番プレーアクションから一気にエンドゾーンでなんというほどのロングパスを投じました。ワイドレシーバーディフェンダーとの1対1の状況になりましたが、ディフェンダーこれを見事しのぎましてパス不成功に変えています。磯野スーパースターズサードに変わります。センターフルをもしかしますと大会の温泉投手といったところでしょうか。さあ磯野スーパースターズサダン6。さあここでクォーターバック自らキープし右オープン展開を図りました。しかしこれはゴールデンファイターズのディフェンス陣対応しましてフォースダウンに変えます。スーパースターズフォースダウン3、バントフォーメーションを取ります。ここで磯野パンター18番リターンができないギリギリの低さでボールを蹴り返しまして、ゴールデンファイターズ陣28ヤード付近でボールデッド、この位置で攻守交代となります。磯野前半後半最初のシリーズは残念ながらパントという形になりましたが、しかし陣地を押し返す形には成功しています。さあ今度はゴールデンファイターズ後半最初のシリーズに入ります。ボールオンは自陣28ヤードからゴールデンファイターズファーストアウト。さあ中央のランプレーを投入、まずはランニングバックのランプレーを展開しました。ランドを受けましたキャリア10番、中央飛び込むように約3ヤードのゲインを果たしております。キャリア10番は北川です。ゴールデンファイターズセカンドダウン7、ボールオンは自陣31ヤード。ここで素早いプレーアクションパスを通しました。クォーターバック7番、中央に飛び込んだワイドレシーバー17番にパスを通し約2ヤードから3ヤードのゲインを果たしています。非常に厳しい、しかし鮮やかなテックパスを取りましたのはワイドレシーバー17番の岡村でした。ゴールデンファイターズサーダウン4、
さあこれ中央突破の図るダンプレー、しかしここは一緒のディフェンス陣群がありまして、このダンプレーを阻止、フォースダウンに変えます。ゴールデンファイターズのフォースダウンの状況に変わります。ゴールデンファイターズフォースダウン2、アップフォーメーションを取ります。このパントは磯野が自陣36ヤード付近で抑えまして、この位置で攻守交代となります。双方ともまず後半最初のシリーズはパントという形に終わりました。大石様、やはり宮崎から言うがいいですね、南国といった感覚がありますが、出張ということですね、出張ということで、承知いたしました。さあ試合に戻りましょう。磯野スーパースターズ自陣36ヤードからファーストダウン10。スーパースターズファースター、ここで磯野はハンドオプションからクォーターバック7番9名機、相手のディフェンスをタックル受けながら、しかしそれを引きずるように前進しまして、攻撃権更新としています。スーパースターズファースター、見事攻撃権更新を渡しました。磯野スーパースターズクォーターバック7番の嵐でした。名古屋商科大学出身。さあまず攻撃権更新を果たしたいそのスーパースターズ、相手陣49ヤードからのファーストダウン10。さあまだ行く、再びクォーターバックのキープ、相手ディフェンス群がりましたが、これを押し返さんとオフェンスライン陣結集しまして、モール状態で前進し、約3ヤードのゲインに変えました。ここは磯野スーパースターズオフェンスライン陣も奮闘しております。77番59番素晴らしい活躍をしています。59番は後藤、名古屋商科大学出身。77番は近藤、神戸学院大学出身。今度はランニー枠にハンド、キャリア20番の中央突破図らんというところでしたが、ここはゴールデンファイターズディフェンス陣が見事対応し、ゲインほとんどなくサードに変えます。非常に素晴らしい攻守ラインマンの攻防が見受けられております。磯野スーパースターズサードン6、ボールオン相手陣45ヤード。クォーターバック7番右オープンにキープレー、相手ディフェンス殺到する中、それを突破しようとしましたが、しかしゴールデンファイターズ粘りましてフォースダウンに変えます。そのスーパースターズフォースダウン6、ファントフォーメーションを取ります。そのパンター16番ランパスランフェイクのパントを蹴りました。おそらく状況によってはそのまま走らんという状況でしたが、これはゴールデンファイターズカバーよく結果的にパントに変えます。しかしこのパントをコントロールよく、ゴールデンファイターズ陣10ヤード付近での攻守交代となります。この辺りはクォーターバック兼任のエースクォーターバック18番の田中の素晴らしい判断でした。
さあしかし攻撃権変わりましてゴールデンファイターズの攻撃となります。ホールオン自陣10ヤードからゴールデンファイターズファーストダウン10。まずオプションプレーから入りました。何枠にピッチしまして左オープン展開図らというようでしたが、これは磯野非常にディフェンス陣が殺到。しかしここで1番粘りまして1ヤードゲインに変えております。これをロスにしなかった点では素晴らしいランを披露しました。ゴールデンファイターズ1番の島田です。ゴールデンファイターズ自陣11ヤードからセカンドダウン9。パス成功、ナイスパスカット。ここでクォーターバック7番プレイアクションから右ロールアウトしパスを投じましたが、このパスをギリギリのところで磯野の9番がパスカット。チップしたボールのためコントロール乱れましてパス成功に変わっております。パス失敗によりゴールデンファイターズサーダウンに変わります。見事な対応をしましてこのパスを阻止しましたのは磯野のスーパーサーズ9番の清水です。金沢大学出身。ゴールデンファイターズサダン内、ここがホイッスル、反則が発生しています。イエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。1秒間の静止が守れず5ヤードバッタイとなります。さあ下がりましたがゴールデンファイターズこの距離突破なるでしょうか。パス成功、ここでトラブルが発生しました。ここでセンターのスナップが大きくそれましてクォーターバック、これを攻撃なんとかそれを拾い上げパスを投げる形には成功しましたがイエローフラッグ、反則が発生しています。さあどのような反則が起こりましたでしょうか。ターゲットはいないところに意図的に投げ捨てたパスという判定です。しかもこれがエンドゾーン内で発生しましたので結果的にはここでボールがデッドした格好になりセーフティー、自殺点となりまして磯野に2点が入ります。従いまして磯野2点入り磯野スーパースターズ4点、ゴールデンファイターズ7点と変わりました。そしてセーフティーですのでゴールデンファイターズのキックオフで試合再開となります。さあこれによりましてその得点差は3点と変わりました。フィールドゴールで追いつく得点差に変わっております。磯野ディフェンス陣が奮闘しております。得点は現時点においてはまだ3点ビハインドという状況ですが、しかし面白い展開になっております。先ほどセーフティーで失点しましたゴールデンファイターズのキックオフで試合再開となります。スーパーサーズリターンに入った。北の84番ディフェンスのラッシュをかわし右奥に展開し自陣40ヤード付近を位置しこの位置からの攻撃と変わります。北の84番は五十嵐です。東北大学出身。
回そのスーパースターズ自陣40ヤードからの攻撃に41ヤードからの攻撃に入ります。これで一気に追いつき逆転なるでしょうか。現在ボールの帳が降りて近づいてまいりまして、六甲おろし吹き荒れ始めております。さあまずランプレーを投入、何枠失礼しました、クォーターバック18番自ら中央突破を図りまして、一旦はタックルを受けましたが左にバウンドアウトし約5ヤードのゲインに変えています。クォーターバック、18番は田中です。岐阜大学出身、この選手はクォーターバックであり YOLC はランニングバック、ディフェンシブバック、そしてキッカーパンター、キックリターナー、パントリターナー、全てを兼任できるマルチプレイヤーです。そして X2 昇格の立役者でもあります。さあセカンドファイブのプレーはランプレーが入った、抜けている、さあブロッカーいるがまだ行く、さあヒット入ったか、ビッグファーストここでビッグプレーが出ました。今度は中央へのプレー、キャリア32番タクシー中央突破、そこから32番ブロッカーを引き連れ一気に独走、一気にエンドゾーン都市連力強いランプレーによって攻撃権更新になりまして、そのスーパースターズファッサー見事攻撃権更新果たしたのはランニングバック32番の中川、金沢大学出身のプレイヤーです。さあ一気に相手陣に入りました、相手陣21ヤードからそのスーパースターズファッサーで、今度はクォーターバックキープ、ハンドオフをフェイクし、そのランニングバックをブロック化しての中央へのパワープレー、これが構想しまして、約5ヤードから6ヤードのゲインに変えています。キャリアはやはりエースクォーターバック18番の田中です。岐阜大学出身。さあ、まさにこの田中が突破口と判断したでしょうか。相手陣に迫っております。そのスーパースターズ相手陣11ヤードからセカンドダウン4、今度はランニングバックにハンドオフ、ランニングバック24番右オープン展開を図りまして、これはしかしゴールデンファイターズなんとか1ヤードから2ヤードのロスで阻止しております。キャリア24番は長谷川、名古屋商科大学出身です。さあ3ヤードほどの距離といったところでしょうか、そのスーパースターズサダン3、さあこの3ヤードの攻防を注目しましょう。ここでランニングバックへのハンドオフ、しかしここでゴールデンファイターズ猛チャージ、ランニングバック25番なんとかスピードで左オープン突破を図りましたが、しかし結果ロスに変わりフォースダウンに変わります。これはゴールデンファイターズ素晴らしいディフェンスでした。見事なチャージをかけましたのはそのゴールデンファイターズの22番の工藤でした。ここでホイッスル、そのここで後半1回目のタイムアウトを投入します。ここでそのスーパースターズ後半1回目のタイムアウトの要求です。さあ面白い攻防になっております。現在磯のフォースダウンですが、しかし相手陣深い位置に攻めています。ボールオンは相手陣16ヤードのポイント、ここからの選択を果たしてどうするか、急をつけております。まさに天候もそうなってまいりました。さあこの状況でのタイムアウトを解け、オースさんの状況どのようにプレーを展開するか、そのスーパースターズキックフィードゴールフォーメーションを取りました。フィードゴールトライ、キックによる3点を狙い同点を図ります。
キックブロック。フィードゴール失敗。4回目の攻撃をフィードゴールにより得点、同点図りました磯野スーパースターズ。しかしこれを阻止しましてゴールデンファイターズ攻撃権奪取、攻守交代しゴールデンファイターズの攻撃に変わります。ランニング枠1番、これに応えまして中央切り込み、一気に7ヤードから8ヤードのゲインに変えています。現在こちら側に雨が吹いておりますので、非常に厳しい環境でありますが、なんとか継続していこうと思っております。ここでホイッスルが吹かれました。ここで第3クォーター終了となります。第3クォーターを終わりまして、ゴールデンファイターズ7点、磯野スーパースターズ4点、その他3点で第4クォーターに移ります。残りタイムアウトは3回、磯野スーパースターズ2回となっています。さあ、これより攻守方向を変えまして最終クォーター第4クォーターに入ります。ゴールデンファイターズセカンドダウン3で試合再開です。不成功。ここでパスプレーにより突破を図りましたが、しかしタイミング合わずパス不成功になっています。ボールサーブに変わります。パスが不成功でしたので、ボールは元の位置に戻されます。第2の進んでサードダウンの攻撃です。ファーストダウン獲得まで残り2ヤード。さあ、ゴールデンファイターズサードダウンに変わります。この3ヤード突破なるでしょうか。そのこれを阻止し、再び同点逆転を狙うシリーズに持ち込めるでしょうか。さあ、クォーターバックキープを展開しようとしましたが、これを磯野は止めます。フォースダウンに変えます。ゴールデンファイターズクォーターバック7番竹内涼選手、ボールをキープし1ヤードのゲイン。ゴールデンファイターズフォースダウン2、パンプフォーメーションを取ります。フォースダウン。このパントは磯野スーパースターズ陣40ヤード付近で外へ出まして攻守交代となります。ゴールデンファイターズフォースダウン
さあ攻撃権変わりまして、そのスーパースターズの攻撃、そのスーパースターズファーストダウン10。さあこっちは中央へのランプレーを投入しました。しかしこのランプレーは阻止されまして、ノーゲイン、セカンドに変わります。セカンドダウン10。さあ再び中央へのランプレー、しかしこれもゴールデンファイターズ止めます。ゲイン1ヤードから2ヤードで止めています。さあそのサーダウンの状況、果たしてどのようなプレーを持ってくるでしょうか。展開したワイドレシーバーにヒットパス、そこからキャッチアンドラン図りましたが、しかしフォースダウンに変わります。磯のスーパースターズフォースダウンでパンクフォーメーションを取ります。ゴールデンファイターズリターンに入った。これは磯野カバーしまして、ゴールデンファイターズ陣30ヤード付近でボールデッド、ここで攻守交代となります。ここで急激に雨が降ってまいりましたことにより、双方とも現在そのリズムをつかむことに苦心しているように思います。果たして突破しまして、この試合を勝利するのはどちらとなるでしょうか。試合は第4クォーターに入っております。ゴールデンファイターズファーストダウン10。これは磯のナイスディフェンス。キャリア1番の中央へのランプレーを、そのスーパースターズ76番、素晴らしい対応をしまして、このラン阻止しております。セカンドダウンに変わります。見事なタックルをしましたのは、そのスーパースターズ76番の、岡野でした。ゴールデンファイターズセカンドダウン10。そのナイスディフェンス。再び中央へのランプレーを敢行しようとしましたが、ここでそのディフェンス陣が殺到、最後は6ラン仕留めまして、このランを阻止しています。サーダウンに変わります。タックルしましたのはそのスーパースターズ6番の松井です。鳥取大学出身。ゴールデンファイターズサードダウン、ファーストダウン獲得まで13ヤード。ゴールデンファイターズサードダウン13。ここでゴールデンファイターズはスクリーンパスを敢行しようとしました。スクリーンパスは手前側にいたランニングバックにブロッカーをつけてキャッチアンドランを図るデザインプレーです。しかしこれをキャッチできず、パス不成功になりフォースダウンと変わります。
ゴールデンファイターズフォースダウン13、パントフォーメーションを取ります。フォースダウン、非常に厳しい状況。このパントを、磯野抑えまして、磯野は相手陣の攻撃を得る形に成功しました。この位置で攻守交代となります。さあ攻撃権変わりまして磯野スーパースターズになります。そして相手陣46ヤードからの攻撃、磯野スーパースターズファーストダウン10。クォーターバック7番中央に切れ込んだワイドレシーバー17番にパスを通しまして約8ヤードのゲインに変えています。パスを通しましたのはクォーターバック7番の足立、名古屋商科大学出身。取りました17番は出崎、愛知学院大学出身です。そのスーパースターズセカンドダウン2、クォーターバックキープ、磯野スーパースターズファースター。クォーターバックならばパスを登場と下がりましたが左に展開しスクランブル、これが好判断となり前進しておりますが、ここでホイッスル、レフリータイムアウト、レフリータイムアウト、負傷したプレイヤーのためのタイムアウト、ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られます。先ほどのランプレーにより磯野スーパースターズは攻撃権更新になっております。最初のプレー、磯野スーパースターズ、こちらバックの足立京志郎選手のランプレーによります。磯野は先ほどクォーターバック7番足立のランによって攻撃権更新になっております。レフリータイムアウトとけまして試合再開となります。磯野スーパースターズ相手陣35ヤードからのファーストダウン10。さあ得点差3点、このシリーズものになりますと大きな試合の転換点となります。パスを投じんとクォーターバック下がりましたが、ここにゴールデンファイターズディフェンス陣殺到、なんとかロスを避ける形には成功しましたが、しかしこのパスプレーは潰されています。しかし磯野攻撃権継続です。磯野スーパースターズセカンドダウン10。中央のランプレー、オフェンスライン、ディフェンスライン、揉み合いながら前進を図りましたが、ゴールデンファイターズ、それを阻止し、サードに変わります。さあ、サードアン10の状況、そのスーパースターズ、ここでどんなプレーを持ってくるか、ボールオン相手陣35ヤード、そのスーパースターズ、サードアン10。7番の総力にかけた、しかしこれを阻止しフォースダウンに変わります。7番、足立、大城選手のランプレー、ゲームは4番です。
さあ、フォースダウンファイブの状況、磯野スーパーサーズ、ボールオン相手陣30ヤード。選択はプレーです。フォースダウンギャンブル。失敗で攻守交代です。攻撃権変わりまして、ゴールデンファイターズの攻撃に変わります。そのスーパースタージュフォースタンでプレーを選択、ダンプレーを行いましたが、ゴールデンファイターズには大バッターターミン選手の、これが天候による間でしょうか。キックを狙える状況非常に厳しいですが、難しい判断でここでプレーを選択しました。結果的にこれによってゴールデンファイターズ基礎の攻撃を阻止し、攻撃を取り返す形に成功しています。ゴールデンファイターズ自陣30ヤードからファーストダウン10。10ヤードからファーストダウン10。30ヤードからファーストダウン10。さあ、まず外へのパスで振ります。ワイドレシーバー83番にパスを通しまして、約3ヤードから4ヤードのゲインとしています。ターゲット83番はキッカーでした。ゴールデンファイターズセカンドダウン6、セカンドダウン8に訂正します。ファースト、ここでランプレーを投入。ナニバック右オフタックル駆け上がりました。1番攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファースト、ここで見事なランを披露し攻撃権更新しましたのはナニバック1番の島田でした。さあ、攻撃権は1回目に戻しまして、ゴールデンファイターズファーストダウン10となります。またボールを持った選手が中で倒れているため時計は回り続けます。更新としました。ゴールデンファイターズファースター、今度はスピードで攻撃権更新果たしました。ランニングバック10番は北川でした。磯野スーパースピードしました。ゴールデンファイターズ相手陣48ヤードからのファーストアンテン、残り時間1分30秒を切りました。中央へのランプレー、ナイスラン、ファースタン、今度はランニングバック91番が中央へのランプレー、その体育を生かし一気に中央を並べ込んで攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファースタン、素晴らしいランで攻撃権更新果たしましたが、ゴールデンファイターズ91番の森川でした。ゴールデンファイターズファーストダウン獲得、磯野スーパースター。後半2回目で磯野、ここで後半2回目のタイムアウトを取ります。ゴールデンファイターズがその力強いランを展開しまして、距離そして時間を同時に消費するという戦法を取っています。これを何とか阻止せんと、この守備の段階でタイムアウトを投入しました。試合は残り時間1分8秒となっています。ゴールデンファイターズファーストダウン10、
さあ中央へのランプレーを展開します。キャリア1番相手ディフェンス磯野殺到しましたが、しかしゲイン2ヤードほど奪っています。中で倒れているため時計回ります。ゴールデンファイターズセカンドダウン8。ゴールデンファイターズセカンドダウン8。さあ中南プレー、しかしこれは72番タックルシーソーシ、ここでホイッスル。磯野ここで最後のタイムアウトを使います。ここで磯野スーパースポーツ合計3回目、後半最後のタイムアウトが要求です。試合終了まで残り16秒となっています。タイムアウト解けまして試合再開です。ゴールデンファイターズサダンナイン。2ダウン、時計を回します。磯野に時計を止める手段はもう残っておりません。ここで試合終了となりました。試合終了となりまして、ゴールデンファイターズ7点、そのスーパースターズ4点でゴールデンファイターズの勝利。ゴールデンファイターズ3回戦準々決勝進出決定となりました。失礼しました、準決勝進出となりました。しかし磯野もそれに見劣らない素晴らしい戦いを見せていただきました。ナイスファイトでした。ファイターズ非常に厳しい状況、天候の中白熱した一戦を見事制しましてベスト4進出です。さあこの勢いに乗りましてジュニアトーナメント制覇なるでしょうか。磯野スーパースターズ惜しくもここで敗退となりましたが、しかし春波乱を踏みますこのチームのその真骨頂を見せる素晴らしい戦いでした。双方とも素晴らしい戦いを演じてくれました。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了され、その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはうどんだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。
それは大学で名を轟かせたスタープレーヤーが目指しているのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の楽しみ続きを楽しみとしつつ、本日の愛心はここで終わらせていただきたいと思います。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会の許可のもと実現いたしました。その配信を実施いたしましたのは私、道楽屋リゼテでした。機会許されましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。